大北温泉の一大巻温泉は、富山県南砺市にある温泉である。庄川の上流にある小牧ダム湖岸に張り付くかのように、一軒宿の大北温泉観光旅館が存在する。交通手段が船のみであることから、正面玄関なども船着場側に存在する。大北温泉には、道源泉を引頭した漢方の宿、越中庄川郷簡易保険保養センターが、上流側に存在したが、2004年2月末で営業を終了し、現在は大北温泉観光旅館のみである。平家湯は1183年である。平家湯伝説によれば、栗から峠の戦いで敗れた兵士の落武者が、この地で庄川のほとりから湧出する温泉を発見したという。1930年に小牧ダムが完成した際に、温泉はダム湖に沈んだ。ダム建設に際して、温泉宿は湖畔に移転し源泉を引き湯して、温泉を存続させた。この時に、道路の対岸側に旅館が整備されたが、ダムを渡る交通手段は船以外整備されず、今日まで至っている。ダムの建設により元の温泉が、ダム湖に沈んだ温泉には、他に、日中温泉、鶴の湯温泉、塩の葉温泉、猿ヶ京温泉、大塩温泉などがある。一軒宿は1996年までは日本秘湯を守る会に属していたが、現在は加盟していない。小牧ダムにある大北温泉行きの遊覧船乗り場ダムを渡る交通手段は庄川遊覧船で運営している船のみに限られており、船でしか行けない温泉として知られる。また、小牧ダム方面のバスは高岡駅からも利用可能である。なお、遊覧船は温泉利用客以外は下船できない。ありがとうございます。